てててて、イェイ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 、優しくて明るい面白い男の子、ヒロキでーす。ヒロキ。ハロロー、ヒヒロー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロキでーす。今日は、バレンタインデー。はい、今日はね、待ちに待ったバレンタインデーの日です。今日が、2月の、ね、14日、まあ、昨日は準備だったんですけど、今回はね、バレンタインデーの日ですね。まあ、誰でも知っとるわ、そういうこと。伝説の俺だって知っとるわ。知らんことないやろ。バレンタインデーを知らんかったらアホやろ。今日がバレンタインで知っとったらアホやろ。だってどっちでもええや。今回はね、僕ね、まさかね、バレンタインで、ちょっと、バレンタインではね、俺知らんかったんでね、今までバレンタインでを知らんかったんで、今回はね、バレンタインでということで、バレンタインでの、企画をね、したいと思います。で、まあ、先ほど、僕ね、朝起きた時に、マジかーと思った。あのね、僕ね、これが届いたんですよ。バレンタインデー最高バレンタインデーキスおーバレンタインデーキスおーバレンタインデーキスおーこれ見て、袋見て、これ見て、これ袋見て、これ見て、これおー、これ見て、バレンタインデー、なんとね、私、バレンタインデー届きました。イエーイ！バレンタインデーチュッチュ、バレンタインデーチュッチュ、バレンタインデーチュッチュ、バレンタインデー。あの後メッセージがありますね。読んでいきます。ヒロックさんへ。今日バレンタインデーの日で愛がこもったチョコは、その名もヒロックさんとファンが愛で結ばれた赤い糸でチョコレートに、チョコっとだけを、作りました。どうぞ受け取ってくれー。もう最後のレが長すぎるわ。最後のレが長すぎる。一旦に締め切れ。ファン一同より、ありがとうございます。これね、どういうことかっていうと、僕ね、朝起きた時にこの袋の中に、まあ、ファンから、届いたんですよ。で、今日がバレンタインデーっていうことは、これ今日、明け方の3時に届いたんですよ。で、まあ、びっくりしたんですよ、僕も。あのね、今まで僕、バレンタインデーを知らなくて、今まで僕ね、バレンタインデーね、知らんかったんですよ。バレンタインデーの意味さえ知らんかったんですよ。は、何や、バレンタインデーって。どうでもいいやって思ったんですけど、どうでもよくないと思った。で、僕ね、まあ、学生時代の頃から、バレンタインデーはあったんですけど、一度も、女子からチョコをもらってなくて、まあ、学生時代の頃から。で、もう一度もね、チョコ受け取ってくれてないんですよ。寂しい。今回ね、ファンから、愛のチョコレートをいただきました。さあ、早速。イェーイ。作りました？いや、嘘つけ。どうせ店で買ったんやろ。なんで嘘つくねん。なんで作りましたって。店で買ったんやろ、これ。作れるわけないじゃん、こんな。あとは？あとは？ライフカード。いえ、ありがとう、ありがたいけど、チョコレートだけにせえや。僕、伝説 YouTuber、愛のチョコレートをファンからいただきましたバレンタインデーキキキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、あなたのチョコレート、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス。
僕ね、一度もね、女子から、チョコレートをもらったことないんですよ。で、バレンタインデーという日も意味わからんくて、最初は意味わからんくて、僕も、あ、なんや、意味がわからんくて、バレンタインデーってなんやって思って、僕、学生時代の頃から、一度も、女子からチョコもらっていません。まあ、チョコをあげたことは記憶に一切ないんですけど、バレンタインデーの意味さえもわかりません。まあ、今回ね、ファンからいただきました。ありがとう。まあ、今日がね、バレンタインデーということで、まあ、今日がね、2月の、14日日曜日。なんで休みの日にバレンタインデーになるんねん。ほんと祝日の日にバレンタインデーなれよ。なんでバレンタインデーが日休みの日になんねん。祝日の日にしときよ、バレンタインデー。いただきます。はい、チョコね、美味しゅうございました。あね、バレンタインデーのね、話をしたいと思います。僕ね、バレンタインデーっていうのが、今日、今さっき知ったんですけど、初めね、わからんくて、学生時代の頃からバレンタインデーが知らなくて、俺意味さえわからんのですよ。バレンタインデーの意味さえわからんのですよ。バレンタインデーは、わかったんですけど、バレンタインデーの内容すら意味がわからすぎて、頭パッパッパーになって。で、学生時代の頃から、チョコもらうんだけど、僕ね、学生時代の頃からね、女子から一度もチョコもらったことありません。で、まあ、今日ね、届いて、ファンからね、チョコをいただいたんです。チョコはチョコっとだけ。うん。で、本当だったら僕も彼女欲しいなと思いまして、で、一人ぼっちのバレンタインデーってなんか面白くないし、なんか楽しい気持ちになれない。で、まあ学生時代の頃ね、まあバレンタインデーは一度もチョコをもらったことはありません。もう本当に自分から自分への、愛情をこもったチョコなんですよ。自分から自分へ受け取ってくれるっていう夢のバトンみたいな感じなんですよ。僕的にはね。で、まあバレンタインデーってまあどうでもいいじゃん。バレンタインデーで、消えればいいじゃん。もう絶対しないといけないっていう行事かなと思ったんだけど、やっぱりまあ僕的には学生時代の頃からバレンタインデーを知らなくて、バレンタインデーで、まあチョコももうもらったことないし、女子からもらったことないし、誰も一度ももらったことないんですよ。もう自分だけにもらったことはありますね、やっぱり。で、今日ね、起きたら、なんか届いとったんですよ。大きな袋が。で、ファン一同から、このチョコをね、もらったんですよ。本当に、
心から感謝しております。ありがとうございます。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、あなたのほっぺにチュッチュッ。本当はね、俺も彼女とね一緒にバレンタインデーしたかったです。本当に残念、ショック。バレンタインデーどこが楽しい。ワンワン、広くかっこいい、広くかっこいい、最後まで見てくれてありがとう、最後まで見てくれてありがとう、広くかっこいい、ラブ、 thank you。